気がする。平穏な幸せに慣れていた。一人ぼっちの意味だなんてそんなの考えても見なかった。何でもないような形の、何でもないような当たり前の、ありふれた日々の一つ一つの、それだけで何にもいらなかった。俺はある毎日のこと、突然に訪れた日々のこと、目まぐるしく過ぎた季節の、せわしなく過ぎたある日々のこと、透き通るような微笑みのキラキラした瞳に誘われて、それは慌ただしく過ぎたいつかの、せわしなく過ぎた日々のこと、また一つ積み上げられて、また出てきて捨てられて、迷子になった思いは行くあてもなく、また一つ、いつかいつかと待ちわびて、いつからか人知れず夢見てた。指先に収まる言葉くらい届くかな、届くといいな。しまい込んだ憧れも、ありふれた自分勝手な幸せも、せわしない日々が教えてくれた、その全部が特別だったけど、だけどもう一人ぼっちのその意味に気づいちゃったんだ。なんとなく寂しい色をしたさよならだった。静かになったこの世界に聞いたこともない音がした。目まぐるしい季節の終わりに届いた言葉、そのお手紙は透き通るような微笑みの、まばゆいほど輝いた瞳の、いまだにさん付けのあなたからの途切れた文字の思いだった。だけど絶対にその言葉を受け止めてなんかやるもんか。こんなにも寂しい色のさよならを許したりなんてするもんか。だってすごく怒ってたから、何にも言ってくれなかったから、指先に収まる幸せもまだもらえていないから、だから
た一手は決めた、その裏の大事と